マイキーは知っていたのかもしれません。どうも皆さん、チャオモカです。ということで今回は最新話の明石の発言についてお話をしていきたいなと思います。まあ、この明石の発言っていうところでね、最新話で一つ気になっているのが、ドラケンを見捨てた分際で出しゃばんな東卍っていうようなことを叫んでいたわけなんですよね。っていうので、このドラケンのことを見捨てている関東卍会、ここがちょっと気になってくるところで、ドラケンのことを関東卍会が見捨てたっていう、これがちょっと引っかかるんですよね。なぜ関東卍会が見捨てたっていうようなことを言っているのかっていうので、まあ、ドラケンのことを見捨てたっていう風に考えた時に、それが一体何につながってくるのかっていうので、まあ、まず一つとして考えるとすれば、関東卍会ってね、やっぱりトップがマイキーなわけなので、まあ、マイキーがドラケンのことを見捨てたっていう風になってきたら、東京卍会っていうものをもともとね解散したっていうのがあって、ドラケンは東京卍会が解散するっていうことに最後まで実は納得してなかったんですよね。本当は解散してほしくなかったっていうことをドラケンは思っていたわけですよ。でも集会では総長の決めたことに異論はないっていうことを言っていたわけなんですけど、でも本当は解散したくなかったっていうようなことがあったわけなんですよね。っていうので、そのドラケンの居場所である東卍をなくさした、だからこそドラケンのことを見捨てたっていうふうに明石がそういうふうに言ったっていう可能性もあるんですけど、ただその場合気になるのは、出しゃばんな東卍っていうふうに言っているのはちょっとなんか違和感があるんですよね。ドラケンの居場所をなくしたからこそ見捨てたっていうふうに言うのであれば、マイキーに対して言うべきものであって、関東卍会に対して言うべきセリフではないと思うんですよ。だって関東卍会ができたから東京卍会なくなりましたっていうのであれば、まあドラケンを見捨てたっていう風にはなってきますけど、東京卍会が解散した後に関東卍会が出来上がってるわけなので、やっぱ関東卍会ができたからドラケンの居場所なくなりましたっていう風にはなってこないので、ドラケンの居場所を奪ったから見捨てたっていう風には繋がってこないんですよね。っていうのを考えた時に、何に繋がってくるのかって考えたら、今回のマイキーの状況とも繋げて考えた時に考えられるのが2パターンあるんですよね。一つとして考えられるのが、もう完全に心を失ってしまっているっていうパターンですよね。心を失って完全に黒い衝動に自分が支配されていて、もう闇落ちをしてしまっている、だからこそこのドラケンの死っていうものを何にも感じてないみたいなね、ドラケンが死んだっていう風になっても、ああそうなのかみたいな、そういう風な反応をしているっていう可能性も一つとしてあるし、もう一つのパターンとしては、昔のマイキーのままで12年前のマイキーっていうのは、ドラケンが危ない、死にそうってなった時も、ケンチンは死なねえよっていうことを言っていたわけですよね。つまりマイキーの中では、ドラケンはこんなところでは死なない、そう思っているからこそ、今回のマイキーも何よっていうの反応していたっていうふうに考えるのも一つなんですよね。っていうので、この2パターンで今回の明石が言っていたドラケンを見捨てたっていう、そこもつなげて考えてみると、まずはこの12年前のマイキーのまま、つまりケンチンは死なねえっていうふうに思っているようなマイキーの場合、この見捨てたっていうのが何につながってくるのかって考えた時に、やはりドラケンっていうのはね、マイキーのことを救うためにずっと動いているわけなんですよね。だからこそブラフマンと協力して関東卍会を潰してマイキーを連れ戻すっていう、そういった動きをしているわけなんですけど、でもよくよく考えてみると、ドラケンからしたら、ブラフマンとわざわざ協力して関東卍会を潰しに行くっていうのは別に近道ではないんですよね。なんなら遠回りをしている気がするんですよ。なぜかっていうと、ドラケンはもともとね、どこにも所属していなかったわけですよ。東京卍会が解散してからどこにも所属せずに、まあ、マイキーを連れ戻そうとしていた。で、すでにマイキーが関東卍会にいるっていうことは知っているわけなんですよね。っていうのを考えると、ブラフマンに入るよりも前に関東卍会に接触していくっていうようなことをドラケンはもともとしていたんじゃないのかっていうふうに思うんですよね。でもちろんそれをしていくのであれば、無所属の状態でしていくっていうのがやっぱそれっぽいわけですよ。ブラフマンのメンバーとなってから関東卍会に接触しに行くってなったら、そこでやっぱりなんか小競り合いみたいな戦いが起こるっていう可能性は十分あり得るわけですよ。ブラフマンが何のようだみたいなふうになって、そこで喧嘩始まるっていう可能性はあるので、どこにも所属していない状態で関東卍会にドラケンが接触しに行った、そしてその時にマイキーに合わせてくれっていうのでドラケンが向かったっていう可能性もあると思うんですよね。でもちろんドラケンはエマに託された思いとかもあるからこそ、マイキーを取り戻すために関東卍会に出向いたっていうふうに考えることができるし、もともとねドラケンの居場所っていうのはずっとマイキーの隣っていうポジションだったわけなので、関東卍会で一人苦しんでいるマイキーのそばにドラケンも行くために、俺も関東卍会に入るっていうので関東卍会に行ったっていう可能性もあるんですけど、そこでマイキーはドラケンのことを拒絶したみたいなね、いや
やケンチンは入れねえっていうので関東卍会からドラケンを追い返したっていうそういう展開があったんじゃないかなっていうふうに思ったりもするんですよね。でもちろんその時にマイキーはドラケンに会うことすらしなかったと思うんですよ。実際に未来でねドラケンっていうのは12年前にマイキーに会ったっきりそれ以来会っていないということを言っているので、関東卍会に入っているマイキーに会っていたのであればそれで12年前に会ったっきりではないんですよね。10年前にも会っているっていうふうになってくるので、やはり関東卍会が出来上がってからマイキーに会うことすらできていない。でもドラケンは関東卍会に接触をしていたとなればマイキーのことを思って関東卍会に向かったドラケン、それをマイキーは会うことすらせずに追い返したっていうので、明石がそのことをドラケンを見捨てたっていう発言をしているっていうふうに考えることもできるわけですよね。ドラケンはマイキーのことを取り戻そうと思って行った、プラスドラケンの居場所はずっとマイキーの隣っていうポジションだったからこそ自分の居場所も取り戻すために行ったのに追い返されたっていうので、まあ、ドラケンを見捨てたっていうところに繋がってくるんじゃないのかっていうふうに思ったりもするんですよね。ただマイキーがドラケンのことを拒絶したっていうのを考えた時に、このマイキーがねやっぱりケンチンが死なねえっていうふうに思っていたあの12年前の状態のマイキーなのであれば、それって別にマイキーが悪気があってドラケンを追い返したっていうふうにはなってこないんですよ。なぜかっていうとマイキーはタケミチと約束をしているんですよね。東京卍会のメンバー、それプラスヒナとかの幸せを守る、12年間ずっと俺が守り抜くっていうことをタケミチと約束していたわけなんですよ。でその幸せを守る対象の中にドラケンも入っているわけなので、そう考えるとマイキーっていうのはドラケンをも自分の道に巻き込みたくない、この黒い衝動を抱えている自分のそばにドラケンを置いておくとドラケンを不幸にしてしまうからこそ、もうドラケンは関東卍会に入れるわけにはいかない、自分の横にはもう置いておくわけにはいかないっていうので追い返していたっていうふうに考えることができるので、まあ、こっちのパターンであればまあまだ救いのある道ではあるんですよね。で今回登場しているマイキーに関してもまだケンチンは死なねえっていうので、まあ、ドラケンの死っていうところに関してここがねやっぱ気にかけているっていうので、お前何とも思わねえのかっていうようなことを聞かれても何をっていうようなことを言っていたんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。やっぱり83構想の時も考えてみても病院でのマイキーって全然焦ってなかったわけですよ。まあ、結局後で泣いていたっていうのがあるので、みんなの前では弱いところを見せないっていうのでケンチンはこんなとこで死なねえよっていうようなことを言っていたっていうのはあるんですけど、今回もね周りにみんながいるわけですよっていうので強がっている状態だからこそ何をっていうような発言をしていたっていうふうに考えることもできるんですよ。っていうのでこっちのパターンであればね、まだマイキーを救うことっていうのは十分可能性としてできるような気がするわけなんですけど、もう一個のパターンですよね、完全にマイキーが心を失ってしまっている状態、ドラケンの死っていうのを聞いても特に何も思わない状態っていうふうに考えてきたらこっちが相当やばいわけですよ。そことこの明石が言ってたドラケンを見捨てたっていうような発言をつなげてくると、やっぱ一つ浮かび上がってくるのがドラケンが撃たれた今回の事件ですよね。これをまさに起こしていたのがマイキーみたいな、そういう展開も十分あり得るんじゃないのかっていうふうに思ったりもするんですよね。やはりそれを起こすのであれば元々のマイキーではなくて黒い衝動の部分ですよね。完全に悪いマイキーですよ。やはりこの黒い衝動っていうところによる黒マイキーと元々のマイキーっていうのは別人格みたいな感じになっていると思うんですよ。未来のね梵天に入っているマイキーもタケミチを気づいたら撃っちゃったっていうのことを言っているので、やはり撃った時のマイキーっていうのは元々のマイキーではない別人格が勝手に撃っているっていうふうに考えることもできるので、そのもう一つの悪い黒い衝動の部分のマイキーっていうのがこのドラケンがね今回倒れたっていうこの襲撃事件を計画したっていうふうに考えることもできると思うんですよね。やはりこのドラケンがやられるっていうところに関しては元々あった過去ではないので、誰かがその過去を変えたっていうふうに考えることができるわけですよね。っていうのを考えてみたら、その黒い衝動の部分のマイキーが誰かを通じてイヌピーに伝えて、イヌピーがドラケンに伝えたことでドラケンを遊園地に行かせたみたいなね、そういったことも十分可能だったとは思うので、偶然に見せかけてわざとドラケンを狙ったみたいな、そういう展開も十分あり得ると思うんですよ。でこの見捨てたっていうところに関してはドラケンを救わなかったっていうところとつながってきますよね。まさにドラケンが死ぬっていうことを知っていて救わなかった、でなぜ救わなかったのかって考えたら、そもそもマイキーがこの襲撃を企てていたみたいな、そことつながってくる可能性もありますよね。やっぱこの拳銃っていうところをつなげて考えてみると、24巻のね表紙の裏側ですよ、あの裏側に関東卍会のマイキーが拳銃を持っているっていうのがあるので、そこともつながってくるし、今回のマイキーのあの反応がね、もしドラケンが死んだことに対して何をっていうふうに言っているのであれば、それってフィリピンで竹道と話した時のマイキーが言っていた初めて人を殺した時に何も感じなかったっていうところとつながってきてしまうんですよね。ドラケンの死を自分が企てた、そしてそれがうまくいってしまってドラケンが死んだ、でもマイキーは何も感じなかったっていうふうに考えると、
今回のマイキーのあの反応が黒い衝動に侵されている状態のマイキーなのであれば、そこも繋がってきてしまう状況になってしまうんですよね。っていうので、まあ、今のマイキーのね状況が全くわからないので、やっと登場してきたけどね、よくわからん反応ばっかりしてるし、大したことは喋っていないっていうのがあるので、もともとのマイキーの状況なのか、もう完全にそういう闇落ちっていう黒い衝動の部分に侵されているマイキーなのかっていうのが全く見えてこないところではあるので、まあそのどっちかのパターンによっても、この明石が言っていたねドラケンを見捨てたっていうところもつなげてみても、やっぱそこがねどういう展開になっていくのかっていうのはマイキーの状況次第っていうところではあるわけなんですけど、まあただやっぱね24巻の表紙の裏でマイキーが拳銃を持っているっていうところだったりとか、初めて誰かを殺した時何も思わなかったっていうああいった発言もあったりするので、まあこのマイキーっていうのが今もうすでにね闇に落ちてる状態なのであれば、ドラケンの今回の死っていうのに関わっているけど何とも思っていない、何も感じていないというふうになってきてしまう可能性もあるので、まあちょっとその辺がね怖いところではあるわけなんですけど、今回の最新話に関してはねまだ何個か思うところがあるので、まあそこに関しても明日以降の動画でねどんどん出していこうと思うので、よかったらそちらの方もチェックしていただければなと思います。はい、ということで今回は最新話の明石のセリフについてお話をしました。ぜひねコメントしていただくところましたらコメントよろしくお願いします。ということで今回の良かった方はぜひグッドボタンとチャンネル登録ボタンよろしくお願いします。そのまた次の動画でお会いしましょう。